っかけはピアノが2人ともやってみたかったっていうので始めました。自分で弾けたらいいなっていうのもあって、うん、でそれがちょうど披露する場があったので今回ちょっとやってみようかなっていうところで2人でこう合わせたりとか、どっちかがこうなんかしてる時に1人で弾いたりとか、こんな感じで練習してます。まあ、どっちかが練習してるとやりたくなるんで、じゃあ一緒にやるかみたいなここからっていうのができないから、じゃあ別にちょこっと当たるぐらいは別に大丈夫なんですけど、ちょっと怪しいところもあります。じゃあもう一回最初からやります。最初は2人でちょっとやって、はいはい、でちょっと1人ずつで教えてもらって、はい、で最後合わせてみたい。最初大変だったけど、最初多分これやめようか無理か、無理だよ、無理だったらやめようかみたいな話だったんですけど、塚本先生が非常にこう丁寧に教えてくれて、まあ弾きやすいような感じで音符とかもこう減らしてくれたりとか、合わせやすいようにこうしたらどうですかみたいな感じで言ってくれたので、そこですごく弾きやすくて、で練習したらできるじゃんみたいな。
新しく何か始めるんだって